こんばんちは、キュクノスです。今回はドラクロア研究所攻略です。早速行きましょう。ドラクロア研究所は侵入するとクリアまで脱出できないマップ。行くときには確認を、セーブはデータを分けることをお勧めされます。マップの難易度はそれほどでもないから、正直あまり気にしなくても問題ないよ。ただあれを筆頭に魔石を収集したいなら、それなりに時間がかかることは覚悟しておきましょう。あれってなんだよ、もったいぶってんな。まあまあ、その時には時間を使って紹介しますから。確かに誰もいないな。警備が厳重なのは表だけか。衛兵がいないわけがないんだが。だそうです。何か特殊なことが起こっているのかもしれないですね。ワンは相変わらず能天気だな。何か起きているのかもしれん。慎重に進まんとな。もうすぐイベントが終わります。シドの部屋のイベントまではほぼ道なりにしか進めません。多少の会話を拾ったら、カットしつつシドの部屋の前まで。他にも侵入者がいるみたいだな。エレベーターです。まずはシドの部屋へ向かうので67階へ。68階を選んでたぞ。あ、右往左往は時間の無駄なので、編集の力で67階で降りましょう。確かに打足だな。それでは67階、シドの部屋は北東です。カットして到着しましょう。先客があったんだわ。私たちより荒っぽいようね。その私たちもことあるごとに力で解決してるんだよな。特に外からの影響があったにせよ、リア屋さんでのフランが一番荒っぽかったんですけどね。あれから6年か。なあ。やっと、ディフォールはギルエガンや原料の森の地方。6年前、シドは人間の手に歴史を取り戻すという大志を抱くきっかけに出会ったってわけだな。それが何かはおいおいおい分かってくるでしょう。お前それ好きだな。今動くのは危険だ。敵さんの混乱を利用すればいい。とにかくさっさとシドを探す。それだけだ。これからはマップのほぼ全域を移動できるようになります。敵も帝国兵が現れるようになるよ。ギミックの紹介はしますが、ちゃんとした手順はよくわからないんですよね。早速近くの扉へ入っていきましょう。適当にやってもいつかは追われるタイプだけどさ。ここの NPC がドラクロア研究所のギミックを教えてくれます。青の扉が開けば赤は閉まる。赤が開けばその逆。隔壁操作パネルでその切り替えを行っていく。先ほど黄色字幕が言ったように適当でもたどり着くので、固定トレジャーへのルートと、ボス前までのルートだけの紹介とします。シドの部屋から南に2つ、セーブクリスタルの1つ南の部屋。ここでパネルを切り替え。この階の西側へ行けるようになります。道中の雑魚はアルスプルス2丁の敵ではありません。光のステゴスにはダメージもほとんど入らない。ルートの続きへ戻りましょう。
67階エレベーターの西の部屋でパネル切り替え、この階の南西へ進めるようになる。これは固定トレジャーへのルートです。開通した南西の部屋へ。3つ並んだトレジャーの奥が固定トレジャー、クレイモア。この時点で店売りの片手剣と大差ない攻撃力、弱い。隔壁を戻して68階へ行きましょう。ところで例のあれ以外の魔変の紹介はいいのか。確かに様々ありますが、特殊な縛りプレイでもしていない限りは特別有用なのはあれくらいでしょう。そうか、そうかもな。68階では上に進むため南側のエレベーターを目指します。東の小部屋でパネル切り替え、開通する北側から西へ。北西の小部屋でパネル切り替え、外回りで南西の小部屋へパネルを切り替えます。あとは道なりで南側のエレベーター。70階へ行きましょう。聖地が目前だな。と入っても本格的に集めるのは初めてなんですよね。今回はトライアルも視野に入れたいので保険の一つです。そろそろイベントが始まります。70階に到達した一行を待ち受けるのは、うわっ、眩しい。やめたれ。すまんな、シドの手先ではなさそうだ。お前元ジャッキーマスターだろ。同僚だったガブラスと同じ顔のバッシュを見て他に言うことはないのかよ。確かにガブラスはシドの手先ではないけどさ。盛大なネタバレ、これだけはどうしても言いたかった。今のシドの発言は、機密情報を知ってしまっているこの男を始末する算段についてを話しています。先へ向かう前に東の聖地 70E エリア2号室へ行きましょう。奥に固定トレジャー、銭投げ。ちょいちょいぶっ壊れる問題児、FF12 の低レベルでは当然ぶっ壊れ。10、計算弱耐性への切り札、そうでない相手にももちろん強烈。一旦入り直しましょう。ついにあれだな。そう、ここで収集するのは、リバースの魔変。ランダムトレジャーとしては作中最高の確率。そしてザゾディアックエイジになったことでロード時間の大幅の短縮。これからの保険のため、実際にかかる時間の目安としていただくためにカンストを目指します。先ほどのメニュー画面で2個でした。メニューの前に1つ手に入れているから開始は1個。それでは最後の方までカットしましょう。80分、作業が嫌いな割にはよくやったな。そこは、あの BTBAM の名盤、アラスカ、を一周聞いたので実質数分ですね。日本で1万人知ってるかも怪しいものを基地みたいに言うのか。さあせん。さておき集まりましたね。二択の、エアロガの魔変、が77個ということは、それなりに引きが強くてこの時間、ってところですかね。それではボス戦の準備です。データを出します。今回はバンガエンディゴアイ装備で事故で来い、アイテムで回復など補助もすべて担当します。フランとアーシェはブレイザー、バッカスの酒で強戦し、ゴリ押しだな。そうですね、目標は大技を使わせないってところですね。ルークがいても攻撃は通るのか。魔法障壁がなくても数値的にはカチカチですが、数値ってことは防御無視の10なら問題ないのか。はい、あとはいい感じに対象がばらけてルークを処理してくれるといいですね。お祈りかよ。賞賛もないわけではないです。ルークはシドの周りを飛んでいる都合上、最初にアタッカーの感知範囲に入りやすいです。ルークが減った時の掛け合いの後にも位置取りが初期に戻るな。それでも運ゲーですけどね。普通に戦っても大したことないしを戯れってところか。言ってしまえばそうですね。それでハシド戦、行くぞ。シド、リバヤさんをやったのは真珠の浜関だな。
まだあんなことを続けているのか。先ほどシドが言っていたように彼は知りすぎているのです。つまりナブディスを崩壊させた真珠の浜石、夜行の再編と近いことに感づいている。今さら何しに来た空賊勢が。歴史を人間の手に取り戻し当人にさせるべく、ジャッジにさせたりしたが、自分の元を去ったバルフレア、空賊不正とかつまらんやつとか言ったり、相当おかん無理なんだな。シドが作ろうとしているのは真珠の浜石を超える人造浜石、おそらくバルフレアにも与えるはずだっただろうもの。それに劣るものになる予定の黄昏の破片を奪うっていうからつまらんやつってことか。見込みがなくもなさそうだ。アーシェが王女って今まで気づかなかったのか。写真がないってそういうことなんですね。何を言ってるの。試してやるというのは、シドが目をつけているあれを起動させるためのあれを手に入れるために、あいつらのメガネにかなうかをですね。単語を思い出せなくなってきたおっちゃんおばちゃんみたいな物言いになってるぞ。過度なネタバレは避けたいので、さっきしてたけどな。お兄さん許して。ベルガと同じように人造浜石。あんたもか。あんたもなのか。狙い通りアタッカーのタゲがルークに向かいました。倒したら来られなくなるマップなので、トレジャーを回収。止まったってことはルークを狙ってくれてるな。妙なおもちゃそのようですね。そいつがあんたを守ってんだな。シドにプロテスをかけられてしまいますね。バンにはデスペルくらいセットしておけばよかった。ヘイスが飲まへんは貴重なので手に入れておきたいですね。 FF12 のヘイスとはそこまで強くはないけどな。うまいことルークが片付きましたね。ここから少し行動が固定です。自身にヘイストをかけたら所定の位置まで移動して大技ですが、その前にとどめ。こちらの攻撃は最低値で6戦近い予定だったのですが、プロテスで軽減されてどうなるかと思いましたが、案外余裕だったな。手間をかけたな、ベネス。これがバルフレアが独り言と思っていた言葉の相手。こいつがベーネスだと。そして6年前、ヤクト、ディフォールで出会った、ベーネス。アーシェヴァナルガンダルマスか。貴様、あくまで力を追い求めるか。浜石が欲しくてたまらんか。否定しないのかよ。ジッター成長しろよ。ストーリーはまだ終わってませんから、それでこそ覇王の末裔だ。ならば、ギュベガンを目指せ。新しい石を恵んでもらえるやもしれんぞ。何のつもりでそんな話を。歴史を人間の手に取り戻す。人造浜石で歴史を築くことで、人に真珠の浜石を与え、歴史に介入するあいつらを締め出す。その決まり文句だな。シドにここまで言われてはギルエガン兵かないわけにはいきません。そうだな、まっすぐ向かうのか。その辺の進行はもう少し後で説明します。先ほどは失礼した。ダルマスカのアーシェ王女だな。バーフォンハイムのレダス、空賊だ。なんかカッコつけてるけどピンクパンツハゲだぞ。もうちょっとマイルドな言い方しましょうよ。これからしばらくオンブル語の語りです。前回言ったのにまだ言うか。それでは現在考えている今後の進行についてお話しします。ここの語りは長いから話すのに最適だな。
そこまで長くはならないと思います。まずこの後はまっすぐギルエガンをクリアします。ドラクロは終了後はハントループができるようになるのに、ハントループをあまりバラバラやるとどう動画を作るかわからなくなりそうなので、ギルエガン終了後はハントループを開始。その回にダークショットが報酬のモブとその奥兵器ハントループモンスターだけ狙います。あそこの解説は時期早漏だけど、ハントループのモンスターはいいもん持ってるからな。それから何回に分けるかは未定ですが、紹介したことのあるマップのハントループモンスター、紹介したことのないマップのハントループモンスターは動画1話使ってマップの紹介と一緒に。ストーリー上まだハントループは残りますが、もう1体だけモブ狩りをしてあれを手に入れます。とうとうあれだな。そう、あれです。そこまでしたら、サブイベントやモブなどいろいろ残っていますが、一度ストーリーをクリアしてしまいます。その途中で残りのハントループモンスターをさらっていくと、そうです。そしてラスダンの回の頭に報酬をもらう予定です。ストーリークリア後には、残ったサブイベントを消化し、やり込みに移っていきます。軽く言うけど釣りがあるんだぜ。いやだ、釣りもミストナックもすいません、許してください、何でもしますから。今何でもするってと、こんな手順で考えています。それ以降は、そこまで計画的な人間ではないですが、最後のボスたちで隠れ家が埋まってトライアルと行きたいですね。ストーリーへ戻りましょう。例の空賊とアレダスのこと、ドラクロアにはオンドールの手引きで侵入してたんだな。ハマセキで第二のナグリスが生まれることを阻止したアレダス。表だって帝国と対立できないオンドールと利害の一致か、石を奪っていたら使うのかな。相手の戦力の削減が目的ではないでしょうか。せいぜい抑止力とか。本当に使いそうならレダスが渡さないか。解放軍に補給はしても、共に戦うつもりはない。そういう街なんですね。風俗やら海賊やら、国を捨てた連中の町だ。国のため命を懸けて解放戦争という柄ではない。おじさまはやはり戦争を。公爵自身も帝国とケリをつけねばならんしな。あんたをリバヤさんから逃がそうとジャッジに立てつく形になった。もうのらりくらりで買わせる状況ではない。できれば戦いたくないようだが、戦うとなれば手段を選ばんだろう。しばらくは解放艦隊の演習を続ける。我々がより大きな力を身につければ、ベインも交渉の席に着くかもしれん。なるほど、レダスを行かせた理由だな。リバヤさんを沈めるほどの切り札を手にしていながら交渉に応じるとは思えん。だからこそ気候の帝都潜入を支援するのだ。気候の言う通り、浜関が強力な兵器ならぜひ奪取してもらいたい。夜行の再編、あんたに渡すとは約束していない。夜行の再編の名前を出したのは、レダスが帝国にあると知っているのがこれだけということ。ロザリアンと手を組むのか。それとの因縁もあるな。解放軍より多分明らかに強力であろうロザリア軍は真面目に手を組むつもりなのかね。帝国の弱体のために利用する魂胆でも乗るしかないというところでしょう。解放軍とロザリア軍が出ていけば浜関でまとめて叩かれる。安心しろ、石はシドが持ってる。捕まえて覇王の剣で石をぶっ壊せば、ベインの切り札は消えてなくなる。バルフレアは相当焦っていますね。レダスと会った時に耳を貸すな、利用されると忠告されたんだけどな。ギルベガン、ビエラの雇用に歌われてるわ。ハルケキ時の彼方にて、たけるミストに守られて、まどろむ聖地ギルベガン、至りし道を誰ぞ知る。ヤクト・ディフォールだ。ゴルモア大森林のさらに奥、原葉の森にミストの嵐が荒れ狂う一角がある。じゃあそこだ、行ってみよう。うん、あ
あんたは行かないのか。浜関にご就寝だと思ったが。シドの言葉、素直には信じられん。ゼダスは冷静だな。髪の毛を吹き飛ばされた因縁がありますからね。髪を失っても我は失わないって何言わせんか。それはお前も同じだろうが。バルフレアはレダスを不審に思っているようですね。最近はすっかり過去にとらわれちゃってるな。おお坊主、幻陽の森について部下に調べさせてやる。話を聞いてみろ。わかった、ありがとな、レダス。考えるより先に飛べか。弟子の方が空賊らしいな。レダスは番を好意的に見てるみたいだな。アーシェ王女、ここで恋愛話か。正直に答えてくれ。そうでないことは確かだな。シドの言葉が正しければギルベガンで新しい浜関が手に入るかもしれん。あんた未だに石が欲しいか。力が欲しいわ。でも恐ろしくもある。ダルマスカを守るには何も恐れてはならないのに。さあ、ギルエガンでは何が待ち受けているのでしょうか。ナブディスを忘れるな。俺に言えるのはそれだけだ。思わせぶりだな。アーシェも薄々気づくかもしれません。それでは今回はこの後のレダスの部下との会話までです。次回は先ほど申し上げた通りギルエガンへ向かうため幻陽の森です。ギミックもあり、狙うドロップも少々ありですが、本当に欲しいものはその交易品を狙う会を作ると思うのでほどほどです。それでは動画は少々残っていますが、ご視聴ありがとうございました。